横浜市立佐根山中学校は、神奈川県横浜市旭区にある公立中学校である。地元では、佐根山中学校、佐根山中、佐根中などの愛称で親しまれている。当校の生徒は、横浜市立佐根山小学校、横浜市立今井小学校、横浜市立一沢小学校出身が多い。校舎は、南棟と北棟に分かれた地上4階建てであり、 南東と北東を2.3階で渡り、廊下が結ぶ。グラウンドの一角は、体育館と武道場があり、プールは、武道場の屋上である。体育館は2016年7月下旬から2017年2月28日にかけて、改修工事が行われていた。部活動は、運動部7部と文化部2部の合計9部で、構成される。 近隣の他校よりも部活動の数が少ないのが特徴である。ソフトテニス部は女子のみの部員で構成されており、男子は入部することができない。バスケットボール部は男子バスケットボール部、女子バスケットボール部と男女に分けられているが、バスケットボール部として一つにまとめられることも多い。音楽部は軽音楽を取り扱っており、吹奏楽は行わない。音楽部は 左近さん地域の地域行事などでも演奏の発表をしており、最も地域との交流がある部活動と言える。当校の生徒会は、本部役員を中心に代表委員会、各種専門委員会がある。また、その他特別な学校行事の運営に携わる特別委員会も設置されている。代表委員会は、クラス委員、学級委員などとも言われる。生徒会本部役員は、 毎年9月末の生徒会役員選挙によって選出され10月初めに告示される。学校行事のみならず各学年行事に携わる委員会も設置されている。1年生の行事の委員会ならば参加できとしの場合も同じである。各学年の代表委員会とその他参加希望者らで構成されることが多い。体育祭や文化祭を中心に様々な行事がある。 その他にも、全校長会や生徒会本部が運営する、生徒会長会、生徒表議会が定期的に行われる。当校には、北東3階に、左近山中学校通級指導教室があり、他校の生徒が来校することもある。通級指導教室について、詳しくは、通級指導教室を参照。A と、シンガーソングライター、相模鉄道線、二俣川駅で、下車。 相鉄バス、二股川駅南口から一番乗り場で、左近山団地行きバスに乗車。左近山、第二バス停で下車し、徒歩2分。平日は10分間隔で、バスが運行している。道路の混雑状況によるが、二股川駅南口から、左近山、第二バス停まで、だいたい15から30分ほどの時間を要する。ありがとうございます。